おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、日本代表ガチャのですね、1週間無料ガチャ終わりましたので、少しですね、いくつかコメントでもいただいていた監督において大切なことと、どういう風にね、監督の選手作っていくのかっていうところ焦点当てて話していけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ皆さん、日本代表無料ガチャいかがでしたでしょうか。結構ね、日本代表来たよって方もね、いやいや全然こんかったよって方もですね、いらっしゃったかなと思うんですが、私はですね、まあまあって感じでしたね。選手の入手順で見ていくと、長友、南野、遠藤の3人、初日で遠藤来てね、昨日南野かな、で今日長友かなっていうような感じで来ました。ロングキャノンというね、めちゃくちゃ優秀なロングシュート持っている南野を引けたので、まあね、どうだろうね、めちゃくちゃ優秀なクライフとか、そこら辺にね移植したいなと思います。ごめんね南野って感じですが、長友はだいぶ厳しいよね。セバードリブルの餌ですかね、だいぶちょっと、残念な性能の長友ですが、こんなところで私引いたんですけど、早速ですね、それでは監督、限界突破していくポイントですね、しなければいけないところと気をつけなければいけないところについて話していけたらなと思います。で、限界突破なんですけど、そもそものところからいくとね、以前もちょっと話をしたんですが、3段階目の強化と5回目の強化、この2個が段階的にあると思ってください。まずは3段階目、次が5段階目ですね。なんで私のランパードとか、これ4段階で止まってるんですけど、こういうのは基本的には NG だと思ってください。セードルフのこの3段階とか、あとは他のね5段階、この2つが価値がある限界突破になってます。メンディエートのね2段階、これも NG だと思ってください。その理由をまず解説していきます。まず3段階目になるとどういういいことがあるのっていう話ですね。セードルフ、これ3段階目の限界突破ですが、限界突破3段階目になると、ここですね、戦術がカウンターの時能力が大アップするということで、得意戦術の時のですね能力上昇値が中から大に変わります。これね、2段階目までだと、よいしょ、中のままなんですよね。星5選手だろうと、能力中アップなんです。これが3段階目になることで大アップになります。なんで1段階目2段階目は誤差ですが、3段階目からしっかりね恩恵を受けられるようになってきます。で、4段階目と5段階目の差は言うまでもないかもしれませんが、4段階目だと、よいしょ、この5個目のねスキルが開きません。で、5段階目になるとこの5個目のスキルが開きます。もちろんね、3段階目4段階目5段階目それぞれ上がるごとに上昇する能力、ステータスの値っていうのも大きくなるんですが、それはね目に見えるところということで、目に見えないところのねこの特徴の部分、3段階目で中アップから大アップ、そして5段階目で、この5個目のスキルが開く、この2つがねまず限界突破で目指すところだと思ってください。で、じゃあそれではですね、限界突破どういう風にやっていくのって話なんですけど、基本的にはですね、まず2段階目のところまで、メンディエタのこの2段階目のところまではアイテムで限界突破してください。同じ選手、よっぽどね同じ選手がゴロゴロ集まりましたみたいな状態でない限りは、2段階目まではアイテムで限界突破することが大切です。これね、限界突破練習の1段階目と2段階目それぞれこれを使って2段階目までは上げてください。この1段階目に関しては、基本的にね結構配られたりとか、友達招待キャンペーンの報酬になることがあるので、そんな苦労せず手に入れられるかなと思います。2段階目に関してもたまにねログインボーナスとかでもらえます。たまにね、でもやっぱりもらえる数がすごく少ないので、2段階目のアイテムに関しては、ここのねコインの交換のところから400枚で交換するというのも一つ選択肢としてありだと思っておいてください。基本的に2段階目まではこの限界突破練習の1段階目と2段階目を使って限界突破する、まずこれね最低限ベースとして覚えてください。
じゃあ3、4、5なんですけど、3段階目、4段階目、5段階目なんですけど、ここどうするかですよね。ここどうするかが鍵になってきます。3段階目の素材は800金コインなんですね。一方フリー素材は500金コインです。この限界突破練習1段階目とかって書いてない、この今私がね画面の真ん中に映している素材ですけど、これは30日に1回しか交換できませんが、500金コインを払うことで好きな段階の限界突破に使えます。なんで3段階目以降に関しては、変な話、毎月1回のこのフリー素材どこでも使えるよって限界突破練習を待った方が、安い金コインでアイテムと交換できるわけです。ここが結構ポイントで、待てるのであればこの500の金コイン、金コイン500で手に入れられるこのフリー素材を使う、またはまあ同盟選手を使って限界突破3段階目以降はしていくのがベストです。もちろんね、3段階目以降も同盟の選手がいるのであれば、例えば4人持ってますとかね、じゃあ母体が1個、3、4、5のそれぞれの限界突破で1個1個1個っていう形で4人使えばいいんですけど、例えば同盟選手2人しかいませんとかってなった時に、2人のそのもう1人の限界突破の素材にする方の選手に関しては、基本的にはね1段階目、2段階目では使わず3段階目以降で使うことを検討してください。でさっきも言った通り、3段階目以降の素材は800金コインになるので、金コインに余裕がある人はアイテム買ってもいいんですが、余裕がないのであれば、本当にその選手を貫突するかどうかを考えて、貫突するのであれば800金コイン使って3段階目を買う、500でフリー素材を1個買う、またで同盟選手を使って最後の5回目に行くっていうような発想です。1段階目、2段階目はアイテム、3段階目以降は自分の金コインとその選手の限界突破する優先度合いを考えて、素材を使うのか同盟選手を使うのか、で素材を使うにしても、まあ、800金コインのこの3段階目は買うのか、それともこのフリー素材を、まあ、月に1回のものを待つのか、ここで分けていただければいいのかなと思います。なんで同盟選手をねすぐに重ねるっていうことは本当に NG ですし、同盟選手はフリー素材と同じ使い方ができるので、何段階目の限界突破でも使えるので、基本的にはね本当に価値があるものだと思っておいてください。まずは3段階目に上げるところが大切になってくるので、まあね、1段階目、2段階目アイテムを使って、まあ、3段階目に上げるタイミングで同盟選手を使うっていうのも一つ選択肢かなと思いますが、そしたらあとのね4段階目、5段階目に関してはフリー素材を待たなければいけなくなるので、まあ、そこだけね、まあ、それを確保した上で上げていただくっていうのが一番いいのかなと思います。なので基本的に覚えていただきたいことは、初めにも言いましたが、限界突破は3段階目まで上げるか、それとも5段階目まで上げるか、この2択だと思っていただければと思います。いやいや3段階目と5段階目総合値全然違うじゃんって思うかもしれませんが、まあ、総合値に関してはね SWCC とかで、まあ、制限戦で、まあ、低くても使いようがあるっていう判断はできますので、ただそれでもねこの同一の戦術、得意戦術を取った時に能力がダイアップするかどうかっていうところはすごく大切な考えなければいけないところになってきますので、3段階目までは上げるようなイメージでやっていただけたらなと思います。あとはですね、1段階目の限界突破素材に関しては比較的手に入りやすいので、まあね本当に誤差総口ね多分300、400ぐらいしか変わんないんですけど、まあ、1段階目の素材に関しては、まあ、ちょっと余ってるなって思ったらねどんどん使っちゃってもいいかなと思います。私なんか本当に誤差なんですけど、ケインとかあとはメッシとかそこら辺の選手に関しては1段階目の素材も使っちゃってますね。うん、今それでも在庫あるぐらいなので、友達招待キャンペーンとかでねこまめに招待していけば比較的手に入れやすい素材にはなるかなと思いますので、まあ、1段階目はそんな重宝しなくていいんですが、まあ、2段階目のね素材から結構レアになってきますので、まあ、2段階目の素材は使うのか使わないのかっていうところをきちんと検討して、まあ、3段階目まで上げる覚悟でね2段階目の素材使っていただけたらいいのかなと思います。例えばこのモドリッチ上げたい時も、まあ、1段階目2段階目までは普通に限界突破素材を使って、3、4に関してはこのモドリッチ2人使うのか、でフリー素材1個使って5段階目までやるのか、それとも3段階目の金コインのねあの素材を買ってすぐに限界突破したい場合は3段階目の素材まで金コインで買っちゃって4人目5人目このモドリッチ使って貫突っていうね、基本的にはこういう方法で検討していただけたらと思います。まあね、あの限界突破するタイミングだとかドイツ選手を重ねるタイミング間違えちゃうとね結構がっつりね金コイン損したりだとか、あの同盟選手を損することになってしまいますので、あんまりね
あの選手同士を重ねて限界突破するっていうことは、あんまりしない方がいいと思います。よっぽどねもうあの限界突破もう貫突三突が見えてますよっていうところになるまでは、あの選手同士をね1段階目2段階目ですぐに重ねるっていうことは本当に NG ですので、重ねてになりますけれども気をつけていただけたらと思います。ということで今回の動画こんな感じにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております豆腐でした。バイバイ。